どうせです。今回個人的に2024年冬アニメ週刊感情むき出しランキングやっていきたいなって思います。対象作品は3月17日日曜日から3月23日土曜日までに放送されていて、私が視聴した作品となっております。個人的な感想なんで、ぜひ皆さんのご意見もお聞かせください。ってことで早速トップ5発表してまいります。イシュラ12話ということで、2期発表されましたけど、めちゃくちゃ楽しみですね。まあ、予想していたんですけど、イシュラ絶対2期発表あるや、みたいな、思ってましたが、まあ、いざ発表されると、まあ、めちゃくちゃ嬉しかったというところで、楽しみにしたいなと思ってるんですが、そんなイシュラ最終回第12話でですね、良かったなって思うポイントが私1点あってですね、それが、エレナが勘違いしてそうっていうところなんですよね。で、今回ですね、まあ、いろんなキャラクターがね、描かれていてですね、なんかもうめっちゃまとめようとね、なんかいい感じにまとめようとしてるな、みたいなところを感じていたんですけども、そのエレナとキアがですね、リチアを後にしてコートに向かうみたいな、まあ、最後のシーンやったかと思うんですよ、馬車に乗ってね。そういうシーンがあったかと思うんですけど、そこでですね、そのエレナの、まあ、回想シーンみたいな、あったと思うんですよ。キアがこういう能力あって、みたいな、これうまいこと使ったろう、みたいな、そういうところがね、あったかと思うんですけど、そこの回想で、何が映ったかっていうと、ヒグアレが死ぬシーンが映ったんですよ。これがめっちゃ大きいなって思ってて、ヒグアレって実際なんで死んだかっていうと、ナスティークに殺されたんですよね。クゼが命狙われたってナスティークが思って、で、ヒグアレを殺したっていう、そういう展開やったんですけども、でもそれを知る術がないじゃないですか。エレナって。なので、なんかうまいことね、死ねとか言ってないけれども、なんか世界がうまいことなんか解釈してくれて、ヒグアレ殺したって多分、エレナって思ってるんやと思うんですよ。要は、キアの能力を、まあ、過大評価してしまってるんじゃないかなっていうとこなんですよね。それを、さらっと、ヒグアレが死ぬという描写を入れることによって伝えれることができるわけですよ。これがめちゃくちゃ後半生きてくるというか、その勇者を決める大会っていうのがね、おそらく2期では描かれると思うんですが、そこでなんかあるんじゃないかなっていうね、キアのことをですね、過大評価しているがゆえの、なんか歯車のズレみたいなのがあればいいなというところで、さりげなくヒグアレが死ぬシーンを入れることによって、あ、エレナ勘違いしてんちゃうかって思わせてくれるという、やっぱこういう細かい描写のつながりがあったからこそ、1期の後半ってめっちゃおもろかったと思うんで、イシュラっていうのは、それもですね、2期でも続いていくんだろうなっていうのが思いましたから、最終回良かったんじゃないかなと思いました。2期めちゃくちゃ楽しみです。男女飯12話ということで、まあ、今回ですね、ファリンが助かったわけですね。黒魔術ですか、なんか禁忌の魔術みたいな、ものをですね、使うことによって生き返ったんですけど、まずやっぱ気になるポイントが、多分ファリンがですね、能力めっちゃ高まってるっていうところですね。もともと優秀なんですけれども、まあ、それ以上にですね、力を得てるんじゃないかなという描写がございましたから、そこが気になるポイントかなと思います。そして、私今回見ていてね、いっちゃん思ったこと、いや、原作者さんどんだけ勉強してんって思ったんですけど、解剖学ね、めっちゃ勉強したと思うんですよ、原作者さん。なんか今回、そのファリンをね、復活させるために骨をね、集めていたかと思うんですよね。で、なんか犬みたいな骨と、そのね、ファリンの骨混ざってるから、それをなんか分別しないといけないっていうね、ところで骨分けていたかと思うんですけども、そこで、この骨の形はこうでとか、脊髄の骨がこうなってて、みたいな、で、くるぶしがどうのこうのみたいな、指がどうのこうのみたいな、感じですね。めっちゃ勉強してるやんっていう。で、人間の骨っていうところも勉強してると思うんですけど、これ犬の骨もね、勉強しないと、やっぱできない描写なんで、いや、めちゃくちゃ頑張ったんだなっていうところは感じました。私もですね、昔筋トレやってて、その時ね、めっちゃ解剖学ね、勉強していたんですけど、なんかめっちゃ難しかったんですよ。解剖学。なんかややこしいなみたいな、ところがあって、ちょっと断念したみたいなところあるんですけれども、やっぱその勉強をですね、作品に落とし込んでみたいな、ところがあって、いや、原作者さんの努力、素晴らしいなと、単純に思った次第ですし、ライオスがですね、人間と犬の骨をね、区別できるっていうのはなんとなく示唆されていたというか、なんか昔ファリンとね、一緒に遊んでる時になんか犬と駆け回ってるみたいな、描写があったはずなんで、あ、犬好きやし、あ、わかるんかなっていうところで、まあそういう細かいつながりなんかもね、あってよかったんじゃないかなと思いました。ほんで最後ね、いや、最後のシーンめっちゃ気になるじゃないですか。ダークエルフなんですかね。なんか最後エルフが現れてね、マルシルがね、消してなかった魔術見て、みたいな、なんかそういうシーンで終わりましたけども、あのエルフってもう一回登場してるんですよね。それがですね、何話かまでちょっと忘れたんですけれども、過去にですね、ライオスが絵の中に入るっていう回があったかと思うんですよね。絵の中に入って、なんか食料調達するみたいな話があったかと思うんですけども、そこに出ていたのが今回登場したエルフ。
主婦なんですよ。なんかそのライオスに突っかかるみたいな、お前なんかちょいちょいおるけど何たくらんどんねんみたいな突っかかってきたエルフだと思うんですよね。だから絵の中にいたやつがこの世におってみたいな、要はあの絵って現実描かれとったんやみたいなところにもなってきますし、まあ、なんで来たかって言うと、おそらくあの黒魔術が目的やと思うんですよね。なんか王様かなんか死んで悲しんでるみたいな描写があったかと思いますので、その王様を生き返らせるためになんか今やってんちゃうかみたいなところもあるんで、あいつが一体何者なのかっていうところはね、気になるポイントかなと思いました。あと単純にですね、あのマルシルとファリンの入浴シーン最高でした。ポンの道12話ということで、あの最終回をね迎えたわけでございます。このポンの道はですね、麻雀アニメというところでスタートしたわけでございますが、もう半分以上麻雀してないっていうね、ほぼほぼ麻雀してない。あの私ね、麻雀覚えられるんちゃうか思って、ポンの道ね第一話からね楽しく視聴してましたけども、全く覚えられんかった。はいもわからん、ルールも正直わからん。うん。わからんかったけども、なんか愛着湧きましたね。本の道には謎の魅力があったなと思ってるんですけども、まあ、今回の最終回は、まあ、単純に良かったというか、まあ、ドストレートなね、メッセージみたいなものがあったんで、いいんじゃないかなと思いましたね。あの、ジャンタ君がね、ぶっ壊れたわけでございまして、このジャンタ君を直す直さない、どうのこうの金かかるみたいな、なんかいろいろやってたんですけども、そのジャンタ君を直すという過程においてですね、麻雀をきっかけにいろんな人とね、知り合い、今の仲間がいてっていうところで、その麻雀を通して人との出会いの大切さみたいなところですね、その気持ちに留めているっていうところは、まあ良かったんじゃないかなと個人的に思いました。そして最終回まで視聴してね、ようやく今更なんて思うかもしれないんですけど、このポンの道の魅力って何かっていうと、キャラクターが可愛いだと思うんですよ。正直それ以外ほぼないと思ってるんですけど、ポンの道の魅力はね、ないと思うんですけど、なんで可愛いんやろって思ったら、このキャラクターデザイン原案がね、ネギ先生でした。皆さん知ってました？私そんなことまで調べてなかったんで、ポンの道に関しても、PV 見た段階でこれはちょっとはははと思ってね、公式サイトなんかをチェックしてませんでしたから、あの、なんもスタコさんとかね、調べてなかったんですけれども、いや、ネギ先生や思って。で、ネギ先生でね、皆さんご存知ですよね。あの、五等分の花嫁の原作者さんですけど、そらネギ先生がキャラクター原案してれば、そんなん可愛いや思って。だからみんな可愛かったんかいと。そして、胸でかいのもそういうことかいみたいなね。ネギ先生さ、あれでしょ、五等分の花嫁のキャラクターのね、ヒロインなんで全員胸でかいんですかって聞かれた時に、胸でかい方がええからって、あの、答え出たじゃないですか。あ、やからポンの道をみんなでかいんかいと思って、ま、いろいろとね、辻褄が合ってくるというところでね、スッキリする最終回でございました。みんな可愛かったです。ぶっちぎり10話ということで、もう今大変なことになってまして、ぶっちぎり見てます皆さん。見てない方多いかもわかんないですけど、今、またからっていうやつがですね、暴走してるんですよね。またからっていうのは、そのアラジンっていう主人公の、まあ、友達なんですけども、まあ、そのまたからはですね、そのアラジンに裏切られた、思って、なんか、魔人みたいなやつね、ついてまして、で、ちょっと自暴自棄になってるじゃないですけども、まあ、ちょっと大変なことになってるんですが、その本編は正直どうでもいいんですけども、なんか毎回毎回ね、挟まれる、先生がなんか女の子のお店に行って、そのジャスミンちゃんを指名するみたいな、なんかよくわかんないやつ、あれ理解してる人いるのかわかんないですけど、よくわかんないシーンが毎回挟まるんですね。で、今回、ジャスミンちゃんをですね、まあ、指名するんですよ。前回までは、ちょっと浮気してたんですね、先生が。浮気してたんですけど、やっぱジャスミンちゃんだけやっていう気持ちをね、あの、固めたんで、9話で。で、今回の10話でも、ジャスミンちゃん指名したんですけど、ジャスミンちゃんめっちゃ人気になっちゃって、埋まってるんですよね。全時間帯埋まってたから、指名できませんでしたっていうところがあったんですけど、このジャスミンちゃんって誰なのかっていう。これやっぱ気になりますよね。ジャスミンちゃんってさ、私ワンチャンね、ワンチャンやけれども、アラジンのお母さんかもしれんなとか思いながら見てるんですよね。いや、わからんけど。これほんまにか。だって、あ、そう、まあ、なんもわからんや。なんもわからんや、マジで。ジャスミンちゃんのあのシーンって何のためにやんのみたいなね、シーンなんですけど、毎回やるから。毎回やるから何回意味あると思うんですけども、いや、気になりますよね。ジャスミンちゃん、今回めっちゃ人気になったんで、はい、気になるなぁと。単純に思ってるっていう話でした。あの、ぜひですね、あの、ジャスミンちゃんは誰なのかとか、そもそもあのシーンって何のためにあんのかっていうね、あの、皆様の考えございましたら、コメント欄で教えてください。休日の悪者さん、11話ということで、あの、めちゃくちゃしんみりしたんですよ。めちゃくちゃ心に染みて、素晴らしかったなって。思うんですよね。で、今回のこの休日の悪者31は、まあ前半ですよね。何に描かれたかっていうと、桜の木の精と樫の木の精の話があって、
たんですよね。要はその木っていうのに精霊がついてて、でその精霊がまあ子供だったんですけども、その歌詞の木の精がその桜の木の精、ちょっともう長いんで桜ちゃんと歌詞くんにしますけども、歌詞くんがまあ桜ちゃんにちょっと思いを馳せてるみたいな、そういうお話やったんですよね。なんですけどこの桜ちゃんって桜が咲いてる時にしか現れないんですよ。でしかもこの桜ちゃんってね、久しぶりに登場したんですよ。第4話でも登場してましてですね、その悪者さんがその桜ちゃんになんかおにぎりあげるみたいなシーンがあったんですよね。でその時に、ね、その人間のひどさっていうのを感じたというか、桜ちゃんがめっちゃね頬張れるもんですから、おにぎりっていうのをこんな子供にご飯をあげられないのか人間はっていうところで、人間を滅ぼすことにですね決意を固めるっていうシーンがあったんですけど、ここでですねその桜ちゃんが消えるみたいな展開があったんですよね。でまた桜がね咲く頃に会えたらいいなみたいな、すんごいちょっとしんみりするようなエピソードがあったんですけど、そこに繋がってるっていうところで、まあ、あれから1年経ったんですね、この悪者さんという作品の中では。でまた桜ちゃんが現れてですね、その悪者さんがおにぎりあげてるっていう描写があったんですけども、それを見ていたカシ君がですね、おにぎりもどきというかね、まあ、おままごとのね泥団子みたいなものをまあ桜ちゃんにあげるんですよ。その悪者さんを通してねあげるっていう。ほんでその悪者さんのおかげでね、あのカシ君はですね、その桜ちゃんとちょっと関われたわけですが、嬉しいみたいな、そういうシーンがあったんですけど、このカシ君というかカシの木が伐採されたんですね。いや説明と思って、みたいな、めちゃくちゃええ感じやったのに切られるんやっていうところで、まあ、切なかったんですよね。で、さくらちゃんもやっぱカシ君とこう会えなくなったんで、まあ、寂しいわみたいな、やっぱ桜の木にも感情はあるんですよね。もう悲しいから翌年咲いても会えないから、もう次の年咲くか分かりませんって言って、桜ちゃん消えていったんですよね。なんですけど、カシ君がですね、その切られた木を使ってベンチがね公園に設置されたっていうところで、カシ君帰ってきたんですよ。でも桜ちゃんはね、もう桜散ってしまって消えちゃってて、で悪者さんもその桜ちゃんにですね、いやもう咲かないかもしれないみたいな、そういう感じのねニュアンスの言葉聞いてますから、カシ君にちょっと伝えるんですよね。来年会えるか分からんよみたいな。でもカシ君は信じてるんですよね。待ってるっていう、いやめちゃくちゃしんみりするやみたいな、どえらいええ話するやん思って。で、後半のなんか猫のロボットの話も良かったしね。なんか、この休日の悪者さんのめちゃくちゃ真骨頂な話だったなぁと思いまして、いや、すごく心に来ましたね。良かったなぁと思いましたっていうところで、以上で終わりたいなって思います。皆様のですね、感想をコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、それどこどこにあると思うんで、あと1分くらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーなみんなとだけ。